はいどうも、タクチャンネルでございます。はい、今回は、リザードンのデッキをね、例のごとく回していくんですけども、やっぱね、難しいです。はい、正直難しいです。難しいんだけど、頑張っていく。レシリザ。だからね、これ、レシリザでいいじゃんってなっちゃうわけね。これ、これ、今、先行レシリザ。そして VMAX だけあるみたいな感じですね。これは。うわ、小塚だ。もう負けた。負けた。負けたぞ。これは負けたぞ。もう知らんし。まずデデデチェンジからだし。もうこれ負けたくさいんですけど、もう小塚にとってさ、もうタッグチームとか VMAX とかも、餌でしかないからな。無理でしょう。はい。ダメだ、もうダメだ、これ。ダメだぞ。マジでダメだぞ、これは。はい、スーパーボール。そしてですね、俺のリザード VMAX デッキに特徴的なカードはこのエネルギー付け替えになっております。これで1エネ運用できることがあるみたいな感じですね。あと、まあね、あと石炭山型も試してみたの。石炭山で糖エネルギーと炎をつけるって、ドラッシュからつけるって、あれもうダメですね。二進化運用とか無理ですね。無理。で、無理って結論に至ってですね、さらにはですね、一つ試してみたら、その、レアコイルマチスっていうね、レアコイルでサポート3枚手札に加えて自爆してサイド1枚取られるってやつがあるんですけど、それでマチスでっていう、それで溶接工2回とかね、たられば盤面によるんですけど、そういうことがあれできれば多少ね、多少なんかあるんじゃないかなと。でね、これね、付け替え、荷積みの付け替えも全トラッシュ7ドローしちゃうっていう、もうで迷ってらんないか、こういう時は。ひどいな、これ。ちょっと待って、小塚対面だとこれ。ボルケニオンでビートした方が強いよな、これ考えてみたらね。VMAX なんて立てる必要ないんだわ。絶対リザード VMAX できたのに。もう、これはあかんぞ。あかんぞ、これは。ちょっと待って。ハンドこれでしょ？でも待て。ボスの白握っといた方がいいわ。さすがに。クロバットにします。もう、どうしたらいいんだ、これ。どうしたらいいぞ。ちょっとアウトレイジじゃ落ちないですよ。もう知らん。やばいよ。もうこれで次溶接工具から動いたら準備できちゃうよ。これ落ちるな。こいつ落ちるな。どうしよう。しかも溶接工どこ行った ?1 枚しか落ちてないから引けるだろう。引いてこねえぞ、溶接工。もう終わったぞ、これ。頼むよ。事故だ。これ、あとね、いろいろ考えて、先日ね、デッキレシピあげたんだけど、ダンデとリセットスタンプ11で入ってるような感じですね。もう小塚対面でリセットスタンプ引かなかったら負けるから。リセットスタンプで事故らせて、でもリセットスタンプからでもね、なんかもういろいろドローして結局場面作ってくるんですよね。これ。さあ、どうだ。さあ、頼むぜ。ほら、溶接工来た。俺が引きたい。俺が引きたいよ、それ。さあ、小塚準備万全ですね。回収ネットでジラチ戻して、で、小塚で、もう、タクチームワンパンでしょ、これもうね。ちょっと小塚、やだね。すごいやだね。このデッキすごくやだ。おっと、これ回収ネットとかを、まだ、入れ替える手段がない感じかな。入れ替える手段ない感じだったら嬉しいな。ボスの指令と、あとエネをね、これ、こっから経由。ああ、もう持ってんじゃん。やっぱ持ってんじゃんよ。
もうまだジラージしたい。もう一枚ぐらい入れ替えか回収ネット持ってんだな、この動きはな。もう。出た、ファイヤークリスタル、ふざけんな。ふざけんなよ。頼むよ。これね、多分、この流れはですね、ほら、まだやんだ、まだやんだ。まだやる。まだ炎エネルギーが足んないのか、ハンド的に。ワンパンするぐらいハンド整えたいって感じね。回収ネット。そう、この火の玉サーカスはね、手札から炎エネルギーを捨てたら、捨てた数かけ50のダメージ。50だっけ？うん、そうそう。そういうことなのよ。おっと！ターン返してくれた。よっしゃ。よっしゃ。雑魚。ターン返してくれたよ。ああ、じゃあもう、これは確定なの、これ確定なの。何してようかな。まあ、通信いらない、もう。やった、雑魚。この小図が雑魚。言い過ぎだよな。それは言い過ぎでした。すいません。もう GX 技を使っていくから。これ、3エネで200っていうのが、やっぱいいのよ。うん。よっしゃ、3枚。無駄こいた。3枚無駄こいたのきついだろ、これな。ざまみろ。あんま言うと感じ悪いな。すいませんね。あんま言うと感じ悪いです。ね、これがリモート対戦だったらね。こうなんかオンライン、デジタルオンラインだとね、こうね、相手が人間だってことをね、忘れがち。でも今のこの3枚、エネルギー3枚のアドはでかいんじゃないか、これ。また溶接口から動かないと、そもそも殴れないし。てか、こっちベンチ埋まっちゃってんのきついな、こうなってくると。もうボスの指令2枚、ネズミの側2枚とも落ちてる感じですから、私らがからやんなきゃいけないのに、ベンチのスロットがもうない。下手こいた。で、これ、鉢巻き巻いてるボルケニオンに2枚貼って、120出していけば、あ、でもそっか、炎エネルギーを維持しないと120出せねえんだ。危ねえな、これ。危ういな、危ういな。頼むよ、頼むよ。そんなに引いて、さあ、溶接口から動かないとね、とりあえず相手ね。溶接口してきた。でね、次俺何、もう、これはね、もうマリーか、リセットスタッフ打ちたいんすけど、マジで。ほらもう、これでとりあえずアタックはできんよ。でもね、これだけじゃダメなわけ。このエネルギーを捨てるってことしないと、この子ダメなんで、ダメな子なんで。そうなんよ。うわうわうわ、これ死んだな。そうなんだよ。これでね、ザマーミロって言った矢先、これで3点サイド取られちゃうかな。うん。でも初動としては良かったんだよ。あと俺、こっちは溶接口から動いてないから、全然後ろが出来上がってないっていうね。これはほんとひどいな、ちょっと。死んだ死んだ死んだ。これがきついんだわ。これマジきついんだわ。トップドローが見えないんですけど、トップドロー溶接口を期待してこう、これにしてみる。はい、トップ。うわ、違うよ、違う。お前じゃないよ。違うんだよ。でも、そうね。これは、デデデチェンジかますよね。それしかないよね。デデデチェンジ、溶接口、だよね。ほら、全特快じゃん。うわ、引いた。よし。よしよし。あ、マリー。マリー、いやでもマリーは今じゃないな。うん。なんで。マリーは今じゃない。マリーを握りしめたまま。あ、てかリセットスタンプあんじゃん。よっしゃよっしゃ。よっしゃ。いいんじゃない？これリセットスタンプで3枚にしてもらって。あ、これまさかの勝てる？まさかの勝てる？
リザードン VMAX は全く活躍してないんだけど、これ、あるんじゃない？で、これでね、ぴったりね。あ、ちょっと待て待て待て。そうか、これじゃ120何年だ。やらかした。これじゃ120何年だったわ。やらかしたわ。まずいな。このね、4枚炎エネルギーがないとダメだってことはね、マスレッチングなのよ。これやばいっすね。これまずいっすね。これは、まずいから、あれ、俺もうどうしたらいい？これ。こうして。ちょっと待って、どうしたらいい？フレアステアートでこっちにつけるか。あ、やっちゃったな。こうだな、こうだな。こうして、こっちにつけよう。もう、やばい。4枚ないとダメだってことを忘れてる。あ、しかもデッキから炎エネルギーがつきたから、炎の結晶1枚落ちちゃってる。もう1枚炎の結晶いかないとやばい。やばいっすね、これ。負けた。やばいやばいやばい。炎の結晶いかないとやばい。マジで。くそ、でもこれでさ、俺サイド1枚しか取ってないんだよね。こんなに苦しめられてるのに。やっぱデッキパワーあるね、さすがに。あー、きついわ。でもあの小塚が落ちれば、今相手ハンドないってサポートも引いてないとなると、結構、ターンもらえる可能性が出てくるんだよね。で、次、マリー打つから、俺またさらに。相手がハンド伸ばしてきたら、マリー打つからね。今、サポート引いてないようだったら、マリー打たずに、研究。おっと、サポート引いてないんじゃないこれ。あー、ここででもデデンネとかかな。もしくはクロバット。おっと、サイドに落ちてるんじゃないか、この兆候は。ドロソーを持ってきたいと思うんだけど、普通に考えて。まあ、クロバットでね、あるよね。当然。なるほど。次マリーからだな。つまりマリーから動くぞ。マリーから動いて、まあ、ジェラーチプチュッとやったとして、ハンドがなければこいつはね、殴れないからね。あ、だからそういう意味ではリセットスタンプとかの枠を用意できる、しっかり用意できるデッキっていうのはね、なんとか、小塚に対しては、まあ最低限枠が空くようなデッキじゃないとね、リザード VMAX、まあ進化する必要があったりとか、エネルギーもたくさん用意しなきゃいけないとか、いろいろあってね、枠がパツパツの中、そのメタカードを入れる枠がなくなっちゃうっていうことがあるんですよね。だからそういうデッキがしんどいんだよね。うん。そうそう。これね、捨てるカードがハンドになければ、もう殴れないんで。うん。相手ちょっとずっこけ気味でしょ？で、次マリー打ったら相手は結構、プギャーな感じになるよ。はい、ざまーって感じになるよ。やっぱマリー強いね。マリー強いよね。俺も逆にマリーされてずっこけるとき、ほんとあるからね、うん。なんかもう、ただ、炎デッキは溶接工を打ち続けるっていう動きが基本的に強いっていうのがあってね。なかなか、難しいところではあるんだけど。さあ、どうだどうだ。もう相手さ、探してるね。炎の結晶。どうやらここにあるんじゃないか、この。ね。8枚も落ちてて、1枚しか落ちてないのに、炎の結晶引いてきてないような雰囲気があるから。ね、1枚しか炎の結晶落ちてないんだよ、こっち。どうやらサイド事項あるのかな。俺も炎の結晶引かないとね、動けないんだけど。ちょっと。っていうか、これサイドに炎の結晶ある可能性も十分あるんだよな。残り11枚でしょ、デッキ。うん、全然引けるはずなのに引かないからね。さあ、これで2枚加えてきた。あ、2体目の、2体目、3体目の小塚が、スタンバイ。いや、でも、今張ってよかったのかね。ああ、でも引いて、炎の結晶引いてくるかもしれないもんね。
さあ、これでまたターンもらえるのかな。ターンもらっちゃっていいのかな、これね。ターンもらえればですよ、これ。かなり、俺としてはね。結構相手ハンドジェル品だから、VMAX になれば一発耐えれるかもね。うん。ただ、耐えなかったら3点取られて負けんだけど。そう。ちょっと待って、ジラーチに貼ったぞ。大丈夫か、この人。大丈夫か、これ。おっと、ターンくれたんだけど。ちょっとこの人、あれか、ちょっとわかんないけどね。俺小塚回したことないけどさ。これどう思う、これ、進化していいんじゃないかって思っちゃう感じあるよね。相手、ジル品だもんね。相手、ハンドジル品で、さらにジル品にさせるからね、これから。マリー。マリーザーまあ、そろそろ投了するんじゃね、これ。おっと、決勝引いた。よっしゃ。決勝引いたぞ。引いたぞ。よっしゃ。やっぱね、あるって信じてた。で、ここ手張りしちゃおうかな。しちゃっても、支障ない。ここでサイド1個取ってこう。うん。サイド1個取ってこうな。うん。よしよしよし。あるか、これ。環境ガチデッキに、リザードン VMAX が。まあ、全然リザードン VMAX してないんだけど、火力オーバーで、3点取られるリスクの方が多くてですね。ただ今、マリーしたんで、これ330に届かせるためにはですよ。6530、7530。7枚捨てなきゃいけないから、ハンド。もう物理的に5枚しかないからね。7枚炎エネルギーを捨てると、VMAX ワンパンです。おっと、またハンド伸ばしてきた。やめろ、やめてくれ。はい、ここで3枚でしょ。150。で次、こいつが一応ね、120ぴったりの攻撃をできる流れなんで、結構悪くない。おっと、この対戦激アツですよ。環境デッキに勝てるか。でもなんか無駄にターンくれてる感じがあるのよね。さっきから。うん。でも俺もうマリーもピン済みだし、リセットスタンプもピン済みだから、もうこれから、相手の反動を削る手段がなくなってるんで、もう、こっからは相手の思うつぼなところはあるね。うん。ただ、こいつを落としてしまえばだよ。ファイヤーサーカス。まあ、3枚捨ててって感じだろうね。一応、相手も、こうやってリソース削っているわけだから、そのうち息切れしてくんねえかなと。うん。いうことが期待できるわけね。6枚。でもな、リザードに貼るよね。ちょっとこっちもデッキアウトのね、心配が出てきたんですけど。うん。ほう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 。お、私らが。これでボスの指令打つ動きも取れる。で、これでぴったり120でしょ？悪くねえ。悪くねえよ。悪くねえな。やってまうか。やってまうかな、これな。やってまうな。ああ、エネルギーつけてないから、つけない。このね、溶接工のコストがね、最低1枚つけないと、ドローできないんでね。ただ3、まあ溶接工使ってる暇ないな。デッキがアウトする。デッキがアウトするから、私らがからマリーっていう選択肢があるな。うん。で、ここ落ちても最低1枚しか取れないっしょ？ボスの指令から動かれたら、怖いけど、でも、リザードを落とすんであれば7枚炎エネルギーを捨てなきゃいけないから、今のハンドだとなかなか難しそうな感じがあった。あー！これがやばい！スピットショット、160ダメージ出てんだって言われると負ける。負け！まさかそっちか。クソなんだよな、それがあるんだよな。あー、そっかー。そうなんだよ。で、ウップに手張り、入れ替え、で、デンナにプチオンで終わりだわ、これ。ふざけんな、この負けパターンあるんだよ。ああ、負けました。っていうことなんですよ。やっぱコツが強い。だから、あんだけターンもらえてたのに、このざまだからね。うん。はい。いやー、辛いよ、やっぱ辛いよ。ありがとうございました。